ブラックプリンスは1904年浸水のイギリス海軍の総甲巡洋艦。デューク・オブ・エジン・バラ級。テムズ鉄鋼造船所のブラックウォールの造船所で1903年6月3日起航。1904年11月8日に浸水し、1906年3月17日に竣工した。1907年までは第二巡洋艦船体。 1907年から1908年まで第1巡洋艦船隊、1908年から1912年まで大西洋艦隊の第5巡洋艦船体、1912年から1913年まで第3巡洋艦船隊に所属した。第一次世界大戦が始まった時は、ブラックプリンスは装甲巡洋艦4隻からなる地中海艦隊の台、 一巡洋艦船隊に所属しており、ドイツの巡洋戦艦、ゲーベント、巡洋艦、ブレスラウの追跡に参加した。ついで、ブラックプリンスと、デューク・オブ・エジンバラは、航海へ移動して、ドイツ商船の捜索に従事し、ドイツ客船、サドマークと、エストリアを打破した。11月6日、ジブラルタルで、英仏の部隊に合流して、アフリカ沖で、 ドイツ艦艇捜索用命じられる。だが、コロネル沖海戦の生存者によって、ドイツ東洋艦隊の所在が明らかとなると、11月19日に、その命令は取り消された。ブラック・プリンスは1914年12月に、グランドフリートに加わり、ロバート・アーバスノット少将が指揮する、第1巡洋艦船隊に編入された。 1916年5月31日のユトランド沖海戦でブラックプリンスは撃沈されて乗組員全員が戦死した。イギリス艦隊から離れたブラックプリンスは夜中頃ドイツ側の戦列に近づいた。誤りに気づいたボーナム艦長は反転を命じたがすでに遅すぎた。ドイツ戦艦チューリンゲンが単焦島でブラックプリンスを捕らえ、 発砲した。さらに他のドイツ艦も砲撃に加わり、15分で、ブラックプリンスは撃沈された。戦闘中、ブラックプリンスは、イギリス艦隊から離れたためイギリス側で、撃沈時の様子を見た者がおらず、また8時48分には、潜水艦100件の報告を送っていくことから、当時イギリス側では、ブラックプリンスを沈めたのが、 潜水艦なのか水上艦なのかは不明とされていた。ありがとうございます。